どうも、コーズです。今回ですけども、新潟が夏の補強で獲得したらでかい選手サイドハーフ編ということで、夏の補強展望というか、まあ、希望、要望みたいなのやっていきたいなと思うんですが、今回はサイドハーフ編ということで、現在2月通りリストアップしてみましたという話をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。現在の新潟サイドが主戦場の選手もそれなりにいるわけですが、怪我などもあり、戦力をもう一段階引き上げる必要がある部分は感じるところであると。アルビのサイドの選手の現状を見ていきましょう。太田選手、左押し隊も右もコーナースウィン、トップ下もセンターフォワードもこなせる。まあ、非常に前線、前目のポジションだったらどこでもこなせるユーティリティプレイヤー。まあ、今、怪我で離脱してるのが非常に痛いですね。水戸選手、最近は右で使われているが、左もこなす、トップ下も試されていると。直近の柏戦ではトップ下やってましたね。ねえ、ほんと。水戸ちゃんが頼りよ、ほんと。で、ダニーロ、右がメイン、左利きの右サイドハーフの典型って感じ。左利きで、中にカットインしてっていう風なのが結構得意な形かな。他の位置は未知ということで。で、松田栄太郎選手。右がメインも左も試されてると。去年まではもう、ほぼほぼ右オンリーだったっすけどね。今年は左サイドもちょっと使われてますからね。ただ、ベンチ外が続いてるので、これ単純にその、コンディションの問題なのか、怪我とかなのかわからないですけど。ね。マリノスから期限付き移籍中の選手であると。コミ選手、左がメイン。元はフォワードの選手です。で、右もトップ下も試されてますと。というところ。まあ、ただ左サイドハーフがもうほぼほぼ主戦場になりつつありますね。とにかく決定力だけ、なんとかしてくれというふうなところ。星選手、ボランチ起用がメインですが、左右のサイドハーフ、そしてサイドバックにトップ下までこなせると。まあ、かなりポリバレントな選手、ユーティリティな選手ですね。星選手は本当に。なので、まあ、星サイドハーフ企業も、まあ、面白いっちゃ面白いけど、ちょっと飛び道具的な感じになっちゃうよね。なんかこう、中央をこなせる選手だから、ゴリゴリサイドアタックしに行くっていうよりも、こう、中央の選手とのコンビネーションで崩すみたいなプレーだったら、星選手がサイドにいるのは有効かもしれない。谷口選手、センターフォワードがメインとなったわけですが、今はね。元はウィングの選手、左サイドハーフとしての起用はありえますが、まあ一度センターフォワードワントップを経験するとですね、なかなかサイドの選手として戻るのは難しいと。なんかこれはね、そうらしいですよ。なんかレオザフットボールさんの動画でもなんか見ました。なんかそういうのあるらしい。へーとか思って。で、島袋選手、左サイドハーフで使われることが多かったが、トップ下やセンターフォワードも試されてると。いや、島袋のワントップは鈴木の代わりとしてはありなんじゃないかというのを、そのルヴァンでワントップ起用された時に僕は感じたので、それはいい印象を持ってるんですけどね。島袋選手はワンチャン中央で使った方が良さが生きるんじゃないかなという気はしてる。長谷川選手、右サイドバックがメインも一列上げて右サイドハーフで、起用するのはありかなと。まあ、ただ、まあ、右サイドハーフで起用されることほぼない現状があるので、使われるなら右サイドバックなんですよ、長谷川選手はね。だそうなると、藤原ボランチにするとか、荒井を一列上げるとか、またそういうちょっとね、また変化が必要になってくるんだけど。個人的には長谷川選手は、そのクロスとかサイドの突破に持ち味がある選手なので、前目で使ってもいいんじゃないかなという気はしますけどね。高木選手。トップ下がメインもポジションを見ながら左右のサイドハーフの位置プレイも可能、ボランチも経験者。だから、まあ、中盤だったらどこでもこなせる高木選手っていう感じだけど。まあ、高木選手は、まあ、トップ下だろうな。ということで、9人ぐらい上げられるわけですが、本職サイドハーフで言うと、太田、ダニーロ、水戸、松田、小見ぐらいかなと。となると、2、3人怪我するとかなり緊急事態ということで、太田と松田がいないとなると、やっぱダニーロ、水戸、小見がもうスタメンで出るしかないっていうのは、もう本当今の通りですよね。ただ、やはり1、2名補強があってもいいと思われるということで、勝手にリストアップ してみました。ということで、ようやく、誰をリストアップしたかの話に移ります。1人目、荒井瑞希選手。これはもう僕はもう前から、もうずっと言ってる。今、横浜市にいるんだけれども、東京ヴェルディの活躍は凄まじかったですね。こでて完全に打開できるタイプ。一人でなんとかできるタイプ。まあ、本間慎吾選手とはタイプ違いますが、脅威度合いで言えば肉薄してるぐらい、能力の高い選手。両サイドできますが、左サイドが主戦場。鋭いドリブルとクロス、自らゴールも狙えるアタッカー、横浜市で現状出番に恵まれていないので、まあ、伊藤亮太郎選手の移籍権を全突破してでも獲得してほしいぐらいだなと、個人的には思っています。二人目、バスケス・バイロン。こちらも東京ヴェルディ。荒井選手同様、鋭いドリブルが持ち味のアタッカー、得点力もあるし、荒井選手が左なのに対してバスケス選手、右が主戦場。まあ、ダニーロ選手いるので若干
干優先度下がると思うんですけど、まあ、右視線上の選手より左視線上の選手欲しいよねとはあると思います。ともに、まあ、2番手に紹介したわけですけども、それでも能力は魅力。J1 での個人昇格ともなるのでオファーをした場合の実現可能性はありそうなのもいいと。まあ、違いを生み出せる、かつここで打開できる選手なので実現すればいい補強になるかなと思います。3人目、柴山雅也選手、大宮アルディージャ。もう大宮の至宝ですよね。現在最下位に低迷する大宮にあって、孤軍奮闘している選手の一人。右サイドがメインも左もこなせます。ここで打開してチャンスメイクすることに長けてると。まあ、ドリブラー、アタッカー。うん。大宮の現状と大宮アカデミー出身ということを考えると、まあ、実現しなさそうだけどね。やっぱ、クラブがこんなピンチの時に、一人 J1 個人昇格とかしたらもう二度と大宮には戻れない覚悟がないとできないことだから、結構難しいかなとは気がしますけど、まあ、シーズン終わった後に、もし大宮が J3 降格になったら絶対に引き抜かれるだろうなという選手ではある。で、4人目、泉沢選手ね。大宮アルディージャ。また、大宮かって話ですけど。新潟ユース出身なんですね、泉沢選手。甲府などで活躍しました。屈指のドリブラー。J2 で言ったら相当屈指なドリブラー。大怪我をしたため、近年の活躍が鳴りを潜めていますが、本来の能力が高い選手ですね。新潟にもゆかりがあるユース出身という意味でも。まあ、大宮現状低迷していることも含めて実現可能性はそれなりになりそうだが、そもそも新潟がオファーするのかどうかという問題もあるけど、まあ、寺川さん意外と声かけてそうな気もする。どうなんだろうね。だから、大宮的には、だから、その、なんだろう、柴山選手にしろ、泉沢選手にしろ、まあ、逆に移籍金取れるんだったら夏のうちに出しちゃいたいという思惑もあるかもしれない。J3 落ちそうっていう風な状況であったらね、やっぱお金はいるようですから、多分そこのね、どうなんでしょうね、分かんないけど、5人目、佐賀選手、いわき FC、J3 時代から注目されていた選手の一人ですが、J2 でも能力の高さを見せていると、小柄ですが、打開力があり魅力的な選手です。本当サイドで言ったら J2 で屈指の選手じゃないですか。右サイドが主戦場となるわけですが、彼は夏、今回 J1 の個人昇格がなくても、まあ、今季オフには確実に個人昇格するかなと。いわき FC は J1 ライセンスないのでね。そう、J2 目玉選手の一人かなというふうに思います。6人目、椿直樹選手、ジェフ千葉。北九州、ギラバンツ北九州が躍進した2020年メンバーの一人。2020年 ?2019 年、まあ、その辺だよね。の一人、マリノス、水戸などを渡り歩いて現在千葉にいますが、突破力とクロスに武器がある選手であると。左サイドが主戦場ですが、左右どちらもこなせるだろうと。J1 でも通用するレベルにあるのかなと。やっぱあの時のギラバンツ北九州の面々は、なんか個々の能力も高かったですよね。藤原選手もそうだし、ディサロ選手もそうだし、まあ、高橋大悟に椿、あと、なんだっけ、長井健吾もそうか。いい選手揃ってるよね。なので、取れたらでかいかなと。7人目、石原博一、湘南ベルマーレ。サイドバック、サイドハーフ、ウィングバックから、3バックの一角、センターバックもこなせるユーティリティプレイヤーですと。主戦場はサイドですが、攻守両面に走力もあり、強度高くプレイできる。まあ、ファイティングスピリットも高いです。闘志あふれるプレイ。残留争いのライバルとなり得る湘南から引っ張るという副産物ももし実現したら大きいのかなと。僕はね、石原選手のプレーはそのアビスパ時代によく見てて、あ、いい選手だなと思ってました。なので、湘南から引っ張るという意味も含めると、ありじゃないかなと、個人的には思います。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。